はい、皆様、こんにちは。今、ライブに来てくださっている皆様、この夕方のお忙しいお時間にご予定を入れていただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私から皆様のお顔を拝見することはできないので残念なんですが、画面の向こうにおられるあなた様に心を込めて、お話をさせていただきたいと思います。しばらくのご視聴、どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今日のお話のテーマは時間です。皆様にとって時間とは一体何でしょうか。例えば今日この18時からオンライン法話がある。じゃあそこに参加しようと思えば、それなりに今日一日の時間配分をしなければいけませんよね。何時に起きて、何時に家を出て、何時から何があって、何時まで、何時に夕食の支度をして、あるいは食事を済ませて、そして18時には心を整えてオンライン法話に参加する。今日の予定を滞りなくこなしていくために、私たちは毎日、朝から晩まで時間とにらめっこしているみたいです。見方を変えれば、時間に追われている私たちと言えるかもしれません。人生二度なしという森信蔵先生の名言がございます。つまり、今という今、この時間というものは二度と戻ってきません。一度過ごしたら二度と帰ってこないもの、それが時間というものですよね。昨日という過去から、今という現在、そして今という現在から明日という未来へと刻一刻と流れていく時間。今といったその瞬間、その今は過ぎ去ってしまう。過ぎ去った今は過去になり、次に来る今は未来になります。時間の流れは今の連続です。今は決して過去でもなく未来でもありません。今という今は決して捕まえることができない一瞬と言えます。茶の湯の世界にですね、一期一会という言葉がありますよね。ちなみに、反転してるかな？大丈夫か？一応、ちょっとすいません。反転してるかもしれません。一期一会ですよね。大丈夫ですね。はい、大丈夫でしたか？はい。で、あります。で、この一期というのは、人が生まれてから死ぬまでの間、すなわち一生を指します。そしてこの一会とは、一度の出会いという意味を持ちます。つまり、一期一会とは、一生に一度の出会いであり、二度とないことという意味になりますよね。私たちにとって一生涯というのは、物理的時間の流れの中では、ただ一度だけのことの連続です。かけがえのない一刹那の時間の積み重ねですよね。今は今しかない。瞬きしている間に今は今でなくなってしまう。この一期一会。会った時が別れの時なんです。物事はすべて出会った時が別れの時なんですよね。だから巡り合いを大事にしなければなりません。巡り合いというのは本当に不思議なご縁です。巡り合うことによって何かの影響を受け、また何か影響を与えることにもなります。その縁で少しでも成長できてこそ、そこに巡り合いの尊さがあるのだと思います。それがご縁を生かすということだと思います。今日もこうやって皆様とご縁を生かし合えたらと思っております。さあ、皆様にとって、時間とは一体何でしょうか。私たちはおぎゃっと生命を授かった瞬間から、時間とともに老病死という順を追って一歩一歩、時々刻々と進んでいきます。生老病死ですね。その時間というものは私たちに与えられた命を刻んでいるもの、命を刻んでいるもの、それがまさに時間というものになります。では、そんな貴重な時間というものを私たちはどう過ごせばよいのでしょうかね。せわしない日々の中で、時には立ち止まって自分に与えられている時間、つまり命の使い方について考えてみるのも大切なことかもしれません。この日本は世界一の平均寿命を男女ともに誇る長寿大国になっているようですね。まあ確かにこうやって日々、檀家さんのお家に行くことをお邪魔するんですけれども、
したら、まあ、80歳、90歳のご高齢の方がおられます。でも、とても高齢とは思えないくらいのお元気なその方をお見受けすることが、まあ、なんか普通になったというか、不思議じゃなくなってきましたよね。なんかこう、環境が整えられてですね、私たちの健康で元気ならば、私たちはこう120歳まで寿命があるとも言われています。ということは、私はまだ45ですので、まあ、人生の半分にも達していないと、まあ、いうことになりますね。まあ、こうやって健康で長生きできるということは、まあ、実は本当にありがたいことですよね。まあ、長寿というのは、それ自体が財産ですよ。まあ、本人にとっても、そして家族にとっても、ご縁のある方々にとってもです。生きているだけで丸儲けではないですけれども、生きているだけで価値があるというのは本当です。朝も、私もですね、朝な夕なにですね、健康や長寿を祈っています。とはいえ、たとえ長寿であろうともですね、短命であったとしても、私たちは何人たりとも、その臨終から逃れることはできません。そして、命の量、寿命よりももっと大事なものがあります。それが命の質ですよね。生きた寿命の長さ以上に生きている時間の質ということです。この QOL、Quality of Life という言葉、お聞きになったことございますか？ホスピスとか緩和ケア病棟に入院されている患者様方は、死を目前にしてこの QOL、自分に与えられた寿命、その残された日々の生活を自分らしく送り、そして日々の幸せを感じる、そんな命の質に意識的になって過ごしていらっしゃいます。まあ、私もその、緩和ケア病棟にお伺いさせていただいたことがありますけれども、そんな皆様の第一印象はですね、笑顔、そして穏やかな人が多いなという、そんな印象で驚きました。まあ、こう余命を宣告されて、死という人生の終焉を見据え、覚悟を決めておられる、そんな皆様の穏やかな、そんな笑顔を拝見していると、私自身もこう穏やかな気持ちになって、自然と笑顔になりました。私自身、なんとなくこう、せわしなく過ごしている日々に、こう反省したな、こうなんか反省させられるような、そんなことを覚えております。命の時間、それは、どれだけ長生きしたか以上にどう生きたか、今の自分はどういう心持ちで生きているのかというクオリティオブライフ QOL 時間の質というものにもっと意識的にならなければいけないのではないかと思うわけであります。私は日蓮宗という宗派の僧侶ですが、私たちの開祖は日蓮聖人という方です。その日蓮聖人がこうおっしゃっています。たとえ120歳まで長生きしたとしても、ただ漫然と暮らす日々を過ごすならば、本当の価値があるとは言えないのではないでしょうか。それよりも、今日というこの一日を自分にできる精一杯の努力をして働き、その働きが周囲の人たちのためになるような心を込めた活動をすることの方が最も大切なんではないでしょうか、と本を教えておられます。確かにその通りだと私も思います。仏教では、人生の四大苦として、先ほども見せましたけれども、この生老病死ですよね。私たちが人生で抱える四つの大きな苦しみを挙げています。死というのは、人生苦の集約とも言えます。つまり私たちは必ず臨終を迎えなければならないわけですが、普段のその生活の中で死を意識して考えることがなかなかないのではないでしょうか。突如として身内の者との別れに遭う、また自分が病気を患い病床の身にあるとき、私たちは初めて死というものを意識するのではないでしょうか。日蓮聖人はこう申し上げます。まず、臨終のことをなろうて後に他事をなろうべしと。必ず訪れる死というもの、普段意識していない死というもの、でもいずれ必ず迎える死という現実に対して、まずは自分の命限りがあるということを理解しなさい。そして臨終を知ったならば、その上で自分に与えられたできる限りの死日々を過ごしなさい。努力して過ごしなさい。そしてお互いに協力し合い、
悔いのない時を過ごしましょうと、カッパされておられます。私たちは日々の忙しさに追われて、自分の命について考える余裕すらないかもしれません。だからこそ、まずは必ず迎える我が身の臨終、しっかりと心に留め、その上で他のことに邁進していきたいと思うわけであります。臨終の大事を自覚するということは、いかに今を生きるかを考えることでもあります。さあ、皆様にとって時間とは一体何でしょうか。忙しいということは、一方ではありがたいことだとも言います。このコロナ禍で仕事を失って働く立場のない、そういう方も中にはたくさんおられます。そういう意味で忙しく仕事を持って働けるということは、ありがたいことと言わなければならないかもしれません。ただ、この忙しいという字、ちょっと小さいんですけれども、忙しいという字ですね。忙しいという字。立身弁に滅ぶと書きます。このあまりに忙しいと、心を滅ぼしてしまう可能性もあります。立身弁というのは心ですよね。そして、滅ぼすの下に心をつけると、忘れるという感じになります。ね。あまりに忙しいと、私たちにとって本当に大切なことを忘れてしまうこともあります。忙しいことはありがたいことであると同時に、本当に大切なことを忘れないように意識していないと、自分で自分の心を滅ぼす可能性を持っていることもまた事実です。時間の質というものにできるだけ意識的にならなければ、何か時間をこなしていく、目の前の仕事に追われて、本当に大切なものを見失ってしまう危険性があります。あなたの時間はあなたしか過ごせない。あなたの人生を形作っていく、そんな時間です。時間というのは命の使い方です。今、その時にできる、自分の精一杯のことを行うところに価値がある。その姿や行い、気持ちが一滴の水滴がこう波紋を起こして、ふわっと周囲に良き影響となって広がっていくように、そこに価値のある人生、価値のある時間が流れるのではないかと思うわけであります。人生は心一つの置き所です。この世の中に無駄なことはない。何一つないと思います。自分でそれを無駄にすることはできますが、無駄なことはない、そう思います。実は良いことはたくさん目の前に起きているのに、それを当たり前のように受け止め、十分味わっていないということもあるかもしれません。また、日蓮聖人はこうもおっしゃっておられます。衆生の心を汚れれば、心を清しとて、衆生の心を汚れれば、どもけがれ。心清ければ、どもきよしとて。浄土と言い、して、江戸というも、土に二つの隔てはない。ただ我らが心の善悪によると見えたい。こういう言葉があります。この浄土っていうのはわかりますよね。仏様の穏やかな世界です。そして、この江戸というのは、欲にまみれた迷いの世界のことです。浄土と江戸とは全く真逆のですね、反対の意味ですが、日蓮聖人はこの二つの世界に隔たりはないんだと、壁がないんだとおっしゃっておられます。浄土と江戸、この二つの世界には隔たりがない。というのは、今というこの瞬間に浄土も江戸も同時に存在しているということになります。一般的には、浄土を目指して厳しい修行に励むといったイメージがあるかもしれませんが、そうではなくて、今現在のこの環境において、心持ち一つで今のこの瞬間、浄土にもなり、江戸にもなるということであります。私たちはとかく自分の思い通りにことが進まなかったり、他人と自分を比べたり、人間関係に悩んだり、様々なことに思い悩む、そんな時を過ごすことも少なくないと思います。生きている限り、悩みを完全に解消するということは、これは仏様でもない限りですね、それはありえないことではありますけれども、でも自分の心持ちを変えることはできますよね。イライラせかせかしているその自分の気持ちを落ち着かせる、
ことはできますよね。そうやって自分の心を見つめて、心を収めていく。そんな今の自分の心持ち次第で、苦悩にまみれた江戸という心持ちから、同じ環境、同じ状況を浄土という安穏な心持ちに変えることができるんです。そのためには、まずは他人と自分を比べないこと。自分の置かれた環境や境遇に文句を言わないこと。そして、当たり前のものは何もないという事実を知ること。こうやって心の作業が少しずつ整ってくると、同じ環境、同じ境遇の見え方が変わってくるはずです。当たり前からありがたいという視点に変わってくると思います。このありがたいという心持ちを感じることができれば、江戸の世界が浄土の世界にすり替わるということですよね。私たちの心持ち一つで同じ世界が地獄にもなるし、安穏な仏の世界にもなります。平凡で変哲のない当たり前のような毎日の時間を、どれだけ心を込めてありがたみを感じる時間を過ごすか。心持ちというその人が抱えている思いは、肉眼では見えませんよ。でもこの肉眼では見えない世界にこそ、本当に大切なものが存在しています。ということは、私たちは気がつかなければならないのではないでしょうか。思いを込める価値のある時間、意義のある時間、そんな時間の使い方はそのまんま私たちの命の使い方になります。いいですか？命を無駄にしないということは、時間を無駄にしないということになります。私たちが生きていく中で大事なのは心です。お互いに手を差し伸べ合って、共に生きていくこと。当たり前がありがたいという心持ちになったときに、自然と自分以外のことのため、目の前の人のために、自分の命の時間を喜んで使えるようになるのではないでしょうか。命や心というものも、肉眼では見えません。その見えない思いを込めて、本当の幸せを味わう、人生の時間に変えていきたいと思うわけであります。仏教は合掌という所作、感謝や敬意など見えないものを形にして表現します。合掌の姿は仏を礼拝して敬うその心の表れですよね。最も合掌の姿はその尊い姿とされています。私たちもこの肉眼では見えないその感謝の気持ちを合掌というこの姿に変え、心穏やかな安穏な時間を過ごせるような日々にしていきましょうね。さあ、皆様にとって時間とは一体何でしょうか。時間とは私たちの命です。生きることは時間そのものなんですね。人が生きる、人を生かす、人に生かされる、たくさんの人が織りなす人生。世の中自分一人では生きてきませんよ。ありがたいという感謝の気持ちを抱いて、他のために生きる時間を過ごす。そこにこそ、かけがえのない幸せを感じることができる人生の自分の時間があるのかもしれません。いかがだったでしょうか。皆様にとっての時間。今一度、こう、一息落ち着かせて考えていただくのも、すごく貴重な、大事な時間になるのではないかと思います。それではお時間となりました。私の話はここまでです。しばらくのご視聴どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。